議員さんこんにちは。本日は丹波市市議会議員の谷水雄一さんにお話を伺います。谷水さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ちょうどね今6月の、ね、定例の本会議の方ももうあとわずかになってるんですかね。そうですね、今週で一応、はい、議会の方は終わりで、あとは委員会等の予定はあるんですかね。そうですね、7月入ってからあの継続審査とか継続調査とかありますので、またあの7月になったらまたあります。はい、ね、だんだん暑くなってきますのと、あとやはりねこの間今もそうなんですけどね、コロナの話題でどこ行ってもね、そうですね、はい、まあ、日本は少し落ち着いた感はあるんですけども、はい、やっぱりニュースを見るとね世界的にそうですね、まだまだこれからみたいなところもねあるみたいやし、まあ、油断はできないかなっていうところですね。そうですね、なんかこう、第2波がねどうのこうのというね話もございますし、はい、ね、ただこのコロナを受けまして、まあ、皆さん、まあ、私もそうなんですけどもね、マスクとですね、手洗いをするようになりましたわ。そうですね、はいはい、トイレ出たりとかするんですね、はい、まあ、いっちゃなんですけどね、割とあの面倒くさがり屋の人も、はい、やっぱりしっかりね、はい、ね、してらっしゃいますし、うん、ね、やっぱりこれからもまだこの長い付き合いになりそうな感じがしますんでね。そうですね、やっぱりこの生活スタイルはなかなかね変わらないかとは思うんですけどね、はい、6月の本会議の方は、はい、まあ、一般質問の方、多くの人がまたコロナの、ね、問題で質問されるということで、はい、議会の方も少し変えられたんですかね。そうですね、コロナ関連の質問は、まあ、いろんな方がやっぱり関心がありますんで、重複しないようにっていうこともあって、まあ、各会派から、まあ、代表1名でコロナについての、まあ、質問はそういうような申し合わせはした中で、まあ、うちの会派はもう小橋代表に全てもうお願いをして、コロナ関連の質問はしていただきました。あ、なるほど。まあ、各会派からそれぞれねコロナ関連の質問いろいろあったかと思うんですけども、はい、いろんな、ねまあ、補助金とかいろんな、ね、対策されまして、まあ、今までにない、まあ、大きな補正、ね、予算も組まれてまして、ね、はい、まあ、徐々にではあるんですけども、まあ、その効果も、ね、うん、出てきつつはあるかと思うんですけども、はい、まあ、お昼に、ね、昼食ですか、飲食店さんへの補助ということで、はい、ね、お弁当なんか共同で、ね、買ってはるとかいう話も聞くんですけども、はい、まあ、こちらの方もやはりその市民から言うと、うん、まあまあ、初めての、ね、お店の利用ってとこも含めて、まあ、今後につながる対策ではあると思うんですけども、実際に利用の方はどうなんですかね。そうですね、2000円以上購入したらスタンプを押していただいて、まあ、レシートにスタンプを押していただいて、そのなんていうんですかね、3枚集めて、はい、まあ、商品券に交換していただく格好になるんですけども、うん、まあ、この前の6月の中旬の段階で、まあ、市の方が、まあ、報告といいますか発表されたのが、まあ、600件ぐらいなので、はい、今回 の, その飲食店の、応援メニューとしては4000名先着4000名様にチータン券の交換と、あとはダブルチャンスで3000相当分 の,、まあ、お菓子の詰め合わせを、まあ、プレゼントしますという内容なんですけども、まだ先着4000名に対してまだ600件しか言ってないんで、まだまだ間に合うかなっていうところです。あ、なるほど。まあ
実際にはね食べてはる人もあるかとは思うんですけども、はい、まだまだいけるということでね、はい、でまあ、ぜひともねこの機会に、まあ、いろんな飲食店さんを知るという意味でもね、そうですね、ぜひね利用していただきたいですね、はい、でまたあの飲食店さんの方も、まあ、以前と比べてやはりその一旦、まあ、ゼロになってますからね。そうですね、元に戻るまでにこれまたね、だいぶかかりそうな気もしますので、まあ、いろんな施策が出ておりますのでね、利用していただきたいと思います、うん、はい、それからあのやはりね収入が減ったところにつきましては、まあ、国の施策もあり、はい、で丹波市独自のね、はい、政策も出てましたので、はい、でなんかね、巷ではやっぱり国の施策の方で補助金もらったら市の方は出へんのちゃうかと、ね、思ってらっしゃる方もございますので、もし、ね、うち該当してるんじゃないかという方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひとも、ね、ご相談くださいと、ね、言ってらっしゃいましたので。そうですね、はい、どうしてもあの国の申請の方は売上、まあ、前年度比の売上 50% 減の対象になりますよっていう話なんですけれども、丹波市の場合はもう少し受け皿を広く、20% 減でも申請を受け付けますという格好になってますんで、それとあとはいろんなその中小企業さん もしくは個人事業主さんへの支援の格好もいろんなメニューあって、これ取ったからこっち取れへんとかじゃなくて、こっち取ってこっちも取って重複して取ることもできますんで、いろんな申請のなんていうんですかね、様式あるかもしれないんですけれども、自分のところはちょっとでも該当するんじゃないかっていうことがあったら、まあ、気軽に相談窓口の方に行っていただいたら何らかの形で支援が受けられるんじゃないかなと思ってますので、はい、確かにそうですね、私もその補助金をもらうんやったら国の補助金もろたら、はい、市のやつもそのどういうかね、両方からなんか二重取りになるでいかんのちゃうかというね、ちょっとあるんですけど、だいたい今までの補助金ってそういうの多いですよね。そうですね、私も仕事柄そういう相談も受けたりもしますけれども、今回は特にその国のやつの補助を受けても市とか県とかはまたそれぞれ別で補助を受けられますんで、今までの格好と違って補助を受けられるんだ、受けられるんですっていうので、ちょっと考え方をこうチェンジしていただいて、申請窓口の方にちょっとご相談に行っていただいたら、こんな補助もあったんかっていう新しい発見もありますんで、ぜひ相談に行っていただければと思います。はい、そうですね、はい、であと、まあ、市国のほかにまた商工会とかね、はい、いろんな団体さんも実は補助金出されてるところがねありますし、またこのコロナに対して新たにね、いろんな企画こんなんしませんかっていうようなね、出してらっしゃるところも何ぼかあるみたいなんでね、やっぱり今インターネットの世の中でございますので、どんどん調べられて分かりにくいときはやっぱり窓口でね、行っていただくっていうのはやっぱり一番ですね。そうですね、はい、はい、いろんなね施策ありますので、やっぱり専門家にね聞いていただきたいと思います。それからこのコロナ騒ぎなんですけども、まあ、実はいつまで続くか分かんないんですよね。そうですね、ワクチンがいつ早くできればいいんですけども、うん、ねえ、ほいで今はもうほんまに海外行きとっても行けへんし、はい、当然は向こうからもね来れないというような状況になってますので、はい、まあ、この観光業にね、そうですね、影響もごついですね。そうですね、で、まあ、以前ですとちょっと有名どころ行くとね、ほとんど外人さん言ったら失礼なんですけどここ日本海なんていうね思うようなねところもあったんですけども、今はなんかね閑散としてますね。はい、でただやっとこの国内の方もですね、まあ
県をまたいで、そうですね、今、ちょっとね行ってもいいよってなことになりつつはあるんですけども、まあそんなとこで若干先週の土日なんかはあのスーパー行っても結構人混んでましたね。あ、そうですか。はい、はは、私あのね買い物に行ったら結構レジのとこ並んではって、あんまり行かへんやけど、はい、いつまでかかってたんって言われあのいやいやいやごっつ並んでたんないんで、はい、その記憶がございますね。はい、まあそういう意味では少しずつね、うん、まあ、平成を取り戻しつつあるのかもしれないんですけども、まだまだね油断大敵でございますね。はい、この後ですね、あの議会の方は、まあ今週末6月の26日で一応、はい、ね、終わりということで、まあ、あのこの番組も再放送が、ね、土曜日ですので、まあ、その後は委員会の方が7月から継続ということで、ね、お聞きしております。はい、今回いろんな施策、それからまた、議員さんの方も、はい、ね、あの手当をね、あ、はい、そうですね、6月の期末手当と、あとは6月の期末手当は 20% カットして、それとあとは政務活動費もあと6ヶ月分をカットしまして、それをあの新型コロナウイルス対策基金の方に積み立てるような格好で、あの調整の方入ってます。はい、ね、いろいろと、ね、ご苦労されているところで、ね、申し訳ございませんという感じなんですけどもね。はい、本日は丹波市市議会議員の谷水雄一さんにお話を伺っております。谷水さんの方からリクエスト曲を、ね、はい、お聞きしておりますので、ご紹介していただいてよろしいですか。はい、今回はあの嵐でハピネス。あー、元気になれる曲ですね。いいですね。はい、はい、本日は丹波市市議会議員の谷水雄一さんにお話を伺っております、ね、どの議員さん来られてもやっぱりね、コロナの話からコロナの話で終わるような、ね、感じになっておりますけどね。コロナも、まあ、まあ一段落言うたらいけんねんけども、はい、ね、学校の方もね、実は、再開して、ね、子どもたちがね、通ってる姿を見ると、はい、なんかやっぱり、賑やかになったなというね、そうですね、気はしますよね。まあ、ただね、うん、夏休み短くなりましたね。そうですね。で、私が一番この、学校再開してそのコロナの中で心配しているのは、その猛暑がこう例年続いている中 で酷暑だっていう風な気象の変化もある中で、その夏休みに、今までやったら夏休み家で過ごして涼しいうちに家で勉強しようとかいうような環境やったのに、それがあの学校の方に、まあ、投稿して、はい、今までの遅れの分を取り戻す補修を受けたりっていうことで、本来やったら4月5月で、まあ、気温も暖かくなっていきながら体を慣らしていって、で今回特別に夏休み、まあ、夏休み期間中に投稿しないといけないですけども、まあ、夏休み前に、まあ、一旦その学校が1学期の区切りが来て、また2学期っていう形になっとったんですけれども、その4月5月で体を慣れさせていかないといけない時に、コロナの影響で学校が休みになって、で6月に入って、まあ、学校が再開されて、で夏休みの暑い中で、非常にその熱中症が心配されるところなんです。確かにね、小学1年生ってほんまにね、6年生と1年生ってほんまにもう倍どころやない体力の差があるやろうし、で今の子ね、昔のこと言うたらいかんねんけど、扇風機でうちわであいでる時代のこと違いますからね。
そうですね、はい、まあ、そういうその生活環境も違いますし、うん、その学校の行き帰りの交通量の多さ、はい、それとあの昔やったら砂利道やったところがアスファルトになっていることで照り返しを受けるその暑さとか、うん、はい、もう昔と昔の人はそれで、で今の子はっていう風な比較が簡単にできない時代になってきてるので、うんうん、はい、だからどうしてもその猛暑になってるその夏休み期間中に、はい、まあ、今のところ13日間とは聞いてますけども、うん、13日間その学校に通う道中の中で熱中症になって、特にその帰る時に熱中症になった時に、はい、その登下校の途中でその倒れたりしたら、誰がその安全を見守ることができるのかなっていうのが、うん、今とてもその気になってるとこでして、はい、何らかの対策を取らないといけないなっていうのはあの思ってるとこです、ね、あ、なるほど、確かに朝来るときはね集まってね全員揃って、うん、まあ、集団登校してるんですけども、帰りはやっぱり何かの加減でね別々になったりすることがあるかもしれないんですけど、あとまあ帰りもね、地域によっては学校の先生がね、一緒についていらっしゃるところもあるみたいには見受けるんですけども、そうです、ね、全部が全部のところにね先生の数も足らないし、うん、それは無理やと思いますね。で、まあ、そういった中、まあ、今までにないことばっかりやってますので、うん、保護者の方もそれは心配でしょうね。そうですね、特にその子ども園にいた時にはやっぱり通園バスとかがあって、はい、それからいきなりその歩いて登下校するというような環境がガラッと変わった中で、はい、今からこう体を鍛えていかなあかんっていう時期が、うん、猛暑っていうのはやっぱり過酷だなとは思いますね。確かにそうですね、うん、やっぱりそういった意見も谷見さんの方へは学校から届いたりいろんな方からお聞きにやっぱりなられるわけですか。そうですね、学校の関係者の方とか、はい、やっぱりいろんなお話を伺っている中でそれやっぱりいろんな形で具体的にどうしていこうかっていうのを、はい、させてもらってますんで、はいはい、でなかなかこの問題は、まあ、今までにねもし前例があればあこうやんかっていうようなことはねできるかと思うんですけど、はい、ね、初めてこんな夏休み2週間で盆休みだけみたいなね、感じになっちゃうんですけども、うん、まあ、実際なんかアイデアみたいなもんあるんですかね。そうですね、まあスクールバス、はい、小学校が統廃合になった青垣地域ではもうスクールバスが走ってますけれども、はい、それをまあこの13日間という短い期間でもいいので、うん、まあ、スクールバスなりそういうもので登下校の見守りができないかなと、はい、ただバスだと大きすぎるんで、うん、まあ、タクシーであったりとかいろんなその代替案も持ちながら柔軟にその登下校の見守り安全っていうものをやっぱり確保していきたいなと思ってます。あ、なるほどね。私も全くそういった今初めて聞いてね、あら、ええ案やなとはねありがとうございます、はい、思うんですけども、はい、これはまあ議会の方でも話題にはなってるんですかね今。うちの会派の議員さんとかあと他の会派の議員さんにも相談はさせていただいてます。あ、はい、なるほど。そしたらまあなんとかなるかもというか、いや実現したら本当にね、はい、やっぱり子どものやっぱり安全がやっぱり第一優先なので、はい、そこやっぱりスクールバスはやっぱり難しかっても他の何かしらの案ができたらいいなと思ってます、うん、はい、そうですね、多分これ夏休みが短くなってるのは丹波市だけではないと思いますので。そうですね、まあ、そういった意味では非常にこの施策が注目をね、うん、集めるかもしれないのでぜひともなんかこう思い切った、ね、やつ言っていただいた方がやっぱり住んでらっしゃるやっぱり私たちもあやってるやんってね胸を張れるし、ね、
まあ、あの取り組みをされている小学校ではあの日傘を、はい、もう、まあ、雨傘を日傘代わりにして、うん、あの登下校させているっていう学校もあるそうなんです、丹波市内の。まあ、そういう対策もやっぱりされているところもありますし、はい、あのいろんな形でやっぱりその熱中症対策、登下校の安全っていうものを確保していきたいなと思いますね。はい、あ、確かにそうですね。やっぱり、起きてからではね、うん、やっぱりいろんなこと言えるんだけど、やっぱりなんか対策ね、何もせずに、あ、起きたやんか、じゃあ話になりませんもんね。そうですね。で、学校側としてもやはり心配されてるんでしょうね、先生方もね。で、先生方も当然初めてのね経験ですしね、あの多分あの中学高校になるとやっぱりね、例年部活で夏休みはね出てきたりしているので、まあプラスちょっとまあ授業がある負担はねありますけども、まあ体の小さいね小学校ね、1年生言うたらほんまね、もう低学年になるとほんま多分保護者の方もね気が気やないと思うんです。そうですね、はい。で、それからあの谷水さん、はい、ね、毎回ね、はい、健康づくりの話は話題になるんですけど、 ありがとうございます。あの毎回マイブームがいろいろと来てますね。はい、はい、どうですか谷水さん、あのいろんな健康気をつけてはるんですけども、はい、あの健康診断とかもやっぱ行かれてるんですかね。あ、健康診断はやってます、はい、この前つい 2,3 日前にですね、あの両腕にバンドをして、はい、その血流を測ることをさせてもらいまして、はい、そしたらあの末端まですごいこう血液がよく流れてますね、はい、いうことで、はい、健康です言われました。そうですか、はい、ほんならね、はい、少々無理しても大丈夫やないかね。そうですね、あの頑張って仕事します。はい、そんなこんなでございますがね、はい、谷水さんまだまだね血流がいいので、ね、もうどんどんね、はい、意見ねその他ありましたら谷水さんの方へね、どしどし直接届けてね、はい、いただければと思いますね。はい、それからあの議会の方も、はい、あの傍聴の方が、まあ、前回はねコロナの関係で自粛ということでしたが、うん、まあ、今回は一般質問の方で、ね、見学というか傍聴の方も来られてたんですかね。はい、あの大勢あの多くの方が、あ、はい、そうですか、はい、まあ、あのちゃんとあの、はい、密にならないような対策は取っていただきながら、はい、あのそうした配慮しながらあの傍聴に来ていただいてますので、あ、はい、まあ、そういう意味では、ね、関心を持ってらっしゃる議題もあり、はい、たくさんの方が気に留めてはるということではいいことですね。はい、はい、今後もねまた、健康第一で、ね、はい、バリバリ頑張ってありがとうございますいただきたいと思います。はい、はい、本日は丹波市市議会議員の谷水雄一さんにねお話を伺いました。谷水さんまだまだね、はい、コロナの関係もね、はい、今後もやっぱり議会の中でもやっぱ中心に、ね、なっていくと思いますのでね、はい、いろいろとご苦労あるかと思うんですが、アイデアをいろいろ出していただいてね、はい、やっぱり住み合い丹波市にしていただきたいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。